すごい2年。はい、なるほど。まずこの試写映像についてはずるいなっていう印象を受けました。なるほど、この手があったかというふうに思いました。この作品については、今までドラえもんを多分もう二度と映画館に行って見ないと思ってたんですけど、これ見たら行ってみたくなりましたね。正直今までやっぱりどうしても子供のものだったので、自分の元はもう離れてたんですけど、こう一気に最後のコピーもグッときましたけれども、全ての子供経験者の皆さんみたいな、自分の時間を巻き戻されたような、そういう感じはしまして、そんなに違和感はなかったんですけど、ちょっとこう国際的になった感じがしましたね。これピクサーの映像を見てるせいか分かりませんけど、すごく日本的で昭和的だったと思うんですよね、のび太くんそのままだと。でこれが3D になってることで、ちょっとインターナショナルな日本のこう昭和臭さがいい意味でなくなってる気がして、でもやっぱり懐かしさ、みかん箱が部屋の片隅にあったりとか、見る人が見れば懐かしさはちゃんと残っていて、すごくいいんじゃないですかね。いや、ラブストーリーって本当にどこまでも安っぽくなる要素ではあると思うんですよね。多くの人を引きつける手法ではあると思うんですが、一歩間違うとものすごく安っぽくなるような気もするので、今見た時点ではまだ全く分かりませんけれども、それをこう山崎さんとかがどういうふうに持っていかれるのかはとても楽しみです。ドラえもんの卒業生が全部集まる同窓会のような劇場になるんじゃないかな。